いやこの3人の組み合わせはなかなかないね。なかなかないですけど、うん、共通点は結構あるんじゃないですか。そうだね。あ、しかも AKB だった、 SKE、 HKT、 なんかめっちゃ豪華じゃないですか。自分たちで豪華って言うとこの3人見てテンション上がる人がどれぐらいいるかってちょっと分かんないよ。早くなんか今思うことない、この空間で思うことない。おいしそう。肉もだし、そもそも何なんですか今日この集まりは。そう、ありがとう、聞いてくれて。集まってもらったのには実は理由がありまして、はい、最近2人は美味しいお肉は食べてますか。食べてないです。外食できないので最近。なんか400円の肉を焼いて家で食べる。本当、じゃあ全然お肉に関して最近満足できてない。できてない。できてない。なるほど、そうだよね。私もね結構そう悩んでるんだけど、うん、今はお家で焼肉とかハンバーグとか、もうお店でも食べるようなものをお家でも味わえちゃう時代なんですよ。そんな時代になっちゃったんですか。そうなんです。じゃあ2人に聞きますよ。はい。うちで美味しい肉食べたいか。はい、はい、え、足りない足りない、急に、うちで美味しい肉食べたいかー。ついていけないんですけど、ついてきて、いくよ、みきちゃん、みきちゃん行こう。おうちで美味しい肉食べたいかー。食べたい。では発表させていただきます。はい、何なんとですね、あの焼肉の名店、はい、格之進さんが私たちとコラボしてくれることになりました。どういうことですか。すごそう、すごそう。何のコラボ。そう、新しいアイドル作るとかしたらやばそう。格之進さんというのは岩手県のブランド肉、神崎熟成肉の専門店、都内を中心に店舗を展開してオンラインストアでもお買い物ができる今注目のお店なんです。すごい。私たちがキャスティングされてるのやばくない、はい、ね、めっちゃ嬉しいよね。嬉しい、最高。でしかも今回私たち3人で新ユニットを結成させていただくことになりました。踊るの。え、私もう踊れないけど大丈夫。話を勝手に膨らませないの。どういうこと。あのね、もう名前も決まってるんです。え、決まってる。今日決める会とかじゃなくてですか、はい、じゃなくて、もうユニット名を発表してくださる方が、はい、今日来てくれています。お願いします。こんにちは、肉で世界平和、格之進の肉おじさんです。肉おじさん、癖が強すぎてもうインパクトすごいよね、はい。なんとこちらのお方、格之進の千葉社長でございます。社長さんです。さあ、社長さんが私たちのユニット名を発表してくださるということで、はい、お願いしてもよろしいですか。はい、はい、それではですね、はい、ユニット名は、はい、JNK シスターズです。あ、48って来るかと思いました、うん、次も JNK48 って来るかと思いました。違いましたね。ジャンクってことですか。うわー、すごく残念。残念。JNK ジャパン、おジャパン、なのに、なのにコリア。なるほど。新しい。そう、気使わしちゃってるじゃない。JNK はですね、はい、熟成肉っていう意味の JNK です。熟成肉、熟成肉。あ、なるほど、うん、だから熟成肉シスターズってこと。そうです。うーん、お肉をある方法で熟成させると旨味が上がるんですね。へー。だから今でも美味しいお肉を熟成させるとさらに美味しくなるような工程、すでに素晴らしい皆さんがさらに素晴らしくなっていくような、そんな3人組になってもらいながら、まだまだ皆さん若いですよね、うんうん、これからまだまだ人生お肉食べ続けますよね、はい、その時により美味しく食べれる方法を身につけて、うんうん、これからお肉に向き合っていったら皆さんのお肉を食べた時の幸せだって感じる感じ方が倍増しますよね。はい、これをですね、ミートライフバリューって言うんです。ミートライフバリュー。じゃあ活動内容は、お肉を正しく知って正しく調理をし
美味しく食べることなんです。わー幸せ幸せの響き幸せですね。まあ、確かにでもお肉は大好きだけど、うんうん、お肉をより美味しくするやり方って多分知ってる人少ないと思います、うん、はい、お肉を焼く焼き方、うん、この焼き方一つ覚えただけで持ってきちゃいますよ。うわー最高。この私たち JNK シスターズ、もっともっとお肉のことを知っていくために、うん、食べたいよね。食べないとやっぱその宣伝はできないですよ、こちらは、はい、そうですね、はい、確かに確かに。そしたらじゃあ皆さんをお肉のめくるめく世界にご案内しましょう。どんな世界なんだろう。